月収いくらですか、年収いくらですか、収入いくらですか。私は言いたいんですが、こんにちは、えっちゃんです。今回はですね、皆様、私 YouTuber をやりまして、そろそろ5年目になりました。今回はですね、 YouTuber を始めてから YouTuber になってよく聞かれること、 YouTuber によくある質問を回答していきたいと思います。私の回答が全てというわけではないんですけれど、 YouTuber のえっちゃんがこう YouTuber になってよく質問されることとか、まあ、Instagram の質問とかでね、募集したこととかを答えていきたいと思います。ちょっとね、いろいろ書いてあるんで、まあ10個ぐらい今回あり、ピックアップして答えていきたいと思います。まずは、簡単にライトのやつから、YouTuber って大変そうってよく言われます。これなんですけど、ゲーム会社とかでね、デザイナーやってた時とかと比べると YouTuber の大変さとはまた違うなと。私的にはYouTuber の方が楽な時もありますが、一般的な会社に勤めてた時の方が、まあ、土日が確実に休みだったりとか、有給休暇とか長期休暇をね取ったりとかっていうことで連休をしっかり作ったりとかもあった。で、あとはなんかこう業務時間しか働かなかったので、まあ、大変さがそこで違うかな。本当にね、自分の自己管理次第で全然その通りにできる仕事なので、人それぞれなのかなと思いました。なのでみんなが思ってるほど大変じゃないかもしれないし、楽そうって思ってる人にがやったら大変だと思う。続いて、一本の動画を作るのにどれぐらいのお金やどれぐらいの時間がかかるんですか。これ一本の動画を作るのに初期費用以外のことを基本的には聞いてると思うんですけれど、時間、こちらは企画考えます、構成考えます、撮影します、でサムネイルも作ります、で編集もします。これがですね、企画はまあ日頃考えてるので時間になかなか決めづらいんだけど、私いつも毎週何回かに分けて3時間ぐらい時間にすると、企画を考える時間に当てていって、まあ1本あたりにすると10分20分とかなんじゃないですか、割るとね。で構成考える、これはですね、私結構頭の中で勝手に考えることが多いんで、まあ5分ぐらいだけど、案件とかの時は30分ぐらいかかります。なので、まあ、間取って15分とかにしときましょう。で、サムネイル制作、これは15分ぐらいかな、15分から30分、これもまあ20分とかにしときましょうか。で、撮影、これは30分から1時、いやーでも外ロケになると1日かかるんで、これもピンキリなんですよ。まあ平均すると1時間ぐらいかな。で、編集、こちらはですね、これも動画によるのに、ゲーム実況の動画編集は30分とかでオルハくんはやってます。30分以内に終わってるんじゃないかな、カットだけって感じなんで。マルチの企画だと、まあお絵かき動画とかだと2時間ぐらいで、普通の動画だと、4、5時間とかかけてる時もあります。っていうと、合計でどれくらいかかってるかっていうと、だいたい平均してまあ6時間弱かかるということになりますね。6時間かからないかかかるかぐらいじゃないでしょうか。そしてですね、3つ目、タイトルにも入ってるかな、収入いくら、これめっちゃ聞かれる。月収いくらですか、年収いくらですか、収入いくらですか。私は言いたいんですが、普通聞くかと。これね、回答としては聞くのってどうなんみたいな。普通に事務の仕事してたとしてさ、友達に久しぶりに会ってさ、収入いくらって聞く？聞かないでしょ、いきなり。それどうなのと思って、これはね、私今回物申したい。収入いくらって聞くな友達に伝えてる、これは。いや、 YouTuber とかどうせいっぱい稼いでるんでしょ。収入いくら、月収いくら、年収いくら。もう何回も聞かれすぎて、もうそれを答えるのをやめてるんですけど、私はね。でね、視聴者の方たちもね、収入いくらって聞くと思うんですけど、具体的な金額っていうのはちょっと普通にね言いづらいんですけれど、私はウールでいっぱい勉強させていただいたおかげで、こうやって生活ができるようになりました。夢を叶える資金を集めたりとかっていうこともできるようにはなったんですけれど、これもね、人によります。一概には言えません。もちろん登録者数とか再生数によって変わるので、メンバーの人数でも変わるんだなと思ってもらえればいいと思います。続いて4つ目、〇〇さんに合わせて。これ質問っていうかリクエストみたいなんで、よく言われる、友達にこれも言われることなんですけど、マナー的にどうなん。いや、いいよ、全然いいんですよ。ただ答えづらいんだよね、わかる。
すごいわかる。私も〇〇さんに合わせてって思う時あるんだけど、友達ってか知り合いだったとしても頼みづらいし頼めないんですよ、普通に考えて。なので〇〇さんに合わせて系は会えたらラッキーぐらいに思ってもらえたらいいなっていつも思ってます。続いて、いつから食っていけるようになりますか。で、あと友達がよく言うのは、俺も始めようかな。これね、よくあります。まあ私の場合は、まあこのチャンネルを始めた時から食べてはいけました。けど、それは収入に応じて税金は増えますんで、もちろん出ていくお金もあるわけで、いつも気が抜けないっていうのが正直なところです。で、俺もやろうかなって言ってる人には、もうすぐに私は秒で答えるのを決めているが、すぐやりなよ。誰でもできるよって言います。本当に、YouTuber を始めるのは本当に誰でもできます。野球選手とか、アイドルになりたいとか、なんかそういうのと同じですね。野球をするだけなら誰でもできるし、アイドルって名乗るだけだったら誰でもできるんですけど、その中で食べていけるようになったり、売れたいっていうのは、頑張りをしないと、頑張らないとならないと思います。次、6個目。友達からね、うちの娘よく見てるよとか親戚よく見てるよって言われます。それってどうですか。私はそれはめちゃくちゃ嬉しい。本当に嬉しいです。私は街で声かけられるのも友達といる時以外は全然 OK。 親戚とか友達とか家族が見てるよみたいに言われるのもめちゃくちゃ嬉しい。すごいハッピーって感じなんですけど、なんか私とかは見つけたら声かけてもらえれば全然写真撮るんですけど、盗撮は NG よ。だからもし写真撮りたいときは声かけてください。続いて7個目、比較で買ったものとかすぐに捨てるでしょ、どうしてるの。これはですね、私は実はね、もうそもそも掃除が苦手っていうか断捨離が苦手なんで、全部ねウォークインクローゼットに段ボールに入ってほとんど入ってます。もちろん2018年とか19年に買ったものとか使ったものに関しては1年に1回大掃除の時に断捨離します。他の人たちも結構さ、 YouTuber さんのお家って物がいっぱい多いイメージがあると思うんですけど、綺麗な家はね、綺麗な家で掃除が上手な方です。親戚だったりとか友達だったりとか欲しいって言ったらあげるし、これはもう今後使うことないだろうと思ったら、まあ処分または、リサイクルショップだったりとかいろんな方法でね、片付けます。8個目、いつかは YouTuber 辞めるでしょ、いつまでやるの。これもねよく聞かれます。私は YouTube があり続ける限り YouTuber として活動すると思います。病気とか怪我をしたらまた違うと思うんですけれど、平行心でもね、動画投稿できるものだと思ってるのでやっていきたいなと思っています。まあ、もし私が急に更新しなくなったら何か病気になってしまったんだなと察してください。もう最後になってきましたが、9個目、アンチコメント傷つかないの。これもめっちゃ言われるね。アンチコメント見てますかとか、アンチコメント傷つかないんですか。これはですね、アンチコメント傷つきません。いろいろアンチコメントにもあるかなと思うんだけど、ただの誹謗中傷、これはね、もう全然響かん。響かんっていうか、スルースキルがもう身につきすぎて、言いたいだけなんだろうなとか、ストレス溜まってんだろうなと思って終わっちゃう感じかな。なんかこう注意とか、その動画に関してのコメントに関しては、アンチコメントっていうよりは、こう私のことを思って注意してくれてるんだなと思って受け止めています。で、もう一個ね、これだけはちょっとっていうのがあって、傷つかないんだけど嫌だなと思って、ちょっと削除したり、ブロックしたりしてしまうのが、政治や宗教について強く書く人、長文だったりとか。こうじゃなきゃいけないっていうのがないと思うし、あれはダメだ、これはダメだっていうもんでもないと思うので、あんまり私の動画上ではそういうコメントまずしません。アンチコメントじゃないね、動画に関係ないコメントは消す場合があります。ではね、最後10個目。えっちゃん、YouTuber やってて楽しい？こちらはですね、すっごく楽しいよー。本当にね、 YouTuber って夢のある仕事だなと思って、その仕事に私が今大人になってつけてるっていうことはとってもね、なんかこう誇らしいです。総じて楽しい、幸せだなと思える仕事が YouTuber だと思うので、まあ今日ね、いろんな質問、本当によく聞かれること10選を答えたわけですけれど、総じて YouTuber やってて楽しいので、皆様ね、やってみたいなと思ったら今すぐ始めよう。スマホ1個で始められるのが YouTuber です。では、そんなところでひたすら私が話す動画になりましたが、お金にしても夢を叶える力にしても、全ては自分の努力次第だと思うので、みんな頑張って、なりたいものに向かって、夢に向かって頑張りましょう。それではみんな、またお会いしましょう。バイバイ。この動画がためになったなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしく。では。